塩野義製薬のホルダーの皆様、こんにちは。待望の、緊急承認が決まったゾコーバ錠が発表されて、で初日ですね、1回7100円ぐらいから7600円近くまでガッて上がったんですね。上がった後でまたグワーって下がって7100円ぐらいに下がって、まあそこの辺り推移してるんだけど、予想していた以上よりもその緊急承認が遅れちゃって、でちょっと冷めたっていうのと、いろいろワクチンとかが様々出てきたんで、もういらなくねっていうイメージになってますね。ですげえ思ったのが、この7100円から7500円、600、500円までの間で買ったやつ、一言言いたいです。ざまー。